今、サンモール一番街、サンモール線、見ますか、サンモール線、こんな感じ、そうね、だいたい距離にして、100、200メートルあるかないかぐらいかな、ちょっと探す、ピアノどこにあるかと思ったら、すぐ手前にありました。はい、そんな感じで、一回行きます。あれ？なんかちゃんと映ってねえの？鍵盤が映んの？この辺かな？ね？あれ？なんか、あ、いいか、ちゃんと。ここ辺にうまく置けないんだけど。まあいいかな。確認していきましょう。これだけど、完全に外はね、何も大丈夫かな。天気悪いって言ったんじゃない？はい、じゃあちょっとこのあんまり時間がないから、あ、これロックしてるな、ね、あれロックしてる、あれこれわざとロックしてるのかな、あ、これなんでロックしてるのか、あ、でもロックしてる、あれなんだこれ、ロック聞いてマジか、ロック聞いてないじゃん、これ中の鍵盤が全然聞いてないね、中のとこれ、中の、あれ、中のって真ん中ペダルが効いてないんだよな、真ん中のペダル、いいかな、こんなんだよ、ちょっともうだいぶ痛んじゃってるね、だいぶ大事なやつかな、傷がついちゃったね。
使ってるのが全然効いてない。さて。ベース間違えた。ベース間違えた。そこだね。よし、とりあえずこの辺にしておきましょう。